あ、ということで、画面左側ですね、上、画面左上がザブさん、画面、あ、大丈夫ですか、ザブさん。野保さんが54秒になったらスタートしてください。まあ、あとで厳密なタイム検索。ちょっとスタートでトラブルがありましたが、今スタートしております。画面上側が、ザブさん対7777さん、今スタートしているのがザブさんで、まだスタートしてないのが右側7777さんですね。で、一方、あ、777さん今スタートしました。そして一方、あの画面下側の2人、画面左下がのほほさん、今プレイしてます。今レベル50。そしてサルさん、サルさんはちょっともうすぐそうですね、777さんより遅くスタートする人今までいなかったんでいやー、サルさんまあでも関係ないですね。あ、さあ、野保さん、さあ、とりあえずスタートしました。まあ、ちょっとタイムにズレが出てると思いますが、厳密な、計算後でしたいと思います。状況は今、ザブさんが、レベル100を突破しました。777さんその差はレベル60、38秒差で、777さんスタートしておりますので、かなり離れてます。さあ、野保さんが今、レベル100を通過しました。サルさんはレベル25。さあ、サルさんと野保さんとの、レベル差、タイム差57秒、かなりあります。野保さん今回、記録更新して臨んでおります。11分20秒まで記録を伸ばしました。さあ、どうなってますでしょうか。序盤、なかなか、そうですね、高い、位置での戦い、そうですね、皆さん順調と言っていいでしょうか。777さんが今100を通過しました。そうですね、まださあ60、まだやはり777さん、そうですね、上の画面はザブさん、しかもザブさん後半も早いですから、前半のうちになるべく詰めておきたい777さんでしょう。で、一方の野保さんとサルさん、ここはそうですね、完走率、やっぱり確実に完走するのが大事だということですね。さあ、ザブさんが今200を通過しました。2分、8秒ぐらいだったでしょうか。さあ、まずまずのタイムだったんではないでしょうか。さあ、サルさん位置が高いが大丈夫か。これは修復して、大丈夫でしょう。さあ、なんとかテトリス穴を開けて準備万端という状況になりました。さあ、さて、野保さんがレベル200を突破しています。サルさんと野保さんとのレベル差は75程度。さあ、777さんがもう200を突破。さあ、2分、やはり2分、こちらも2分少々。さあ、やはり、ザブさんと777さんとのレベル差は60程度ですね。なかなか詰まりません。さあ、野保さん、サルさんとも、現在、順調な地形になっております。さあ、ザブさんが300を突破しました。さあ、ここから中速域、やはり60、なかなかやっぱり詰まりません。おっと、サルさん大丈夫か。ここはなんとか穴を修復しつつレベル200を突破。ここで死ぬわけにはいかない。今回1対1のトーナメントなので、そうですね、必ずどちらかが倒されるという格好になってしまいます。しかも負けが許されるのは一度だけ。さあ、どうだ。さあ、野保さん、そして777さんも300通過しています。まあ、野保さんと777さんは今勝負しているわけではありませんので、野保さんは、まあ、サルさんに対して勝てばいいということになります。さあ、サルさん高い位置だが大丈夫か。まあ、でも地形がきれい。ザブさんが少々、そうですね、少し、穴ができていますが、まだ位置は低いので大丈夫でしょう。さあ、777さんはもう穴全くない。さあ、ザブさん400を通過。さあ、777さんは今350なので差が少し詰まった。レベル差50。さあ、しかし777さんは厳しいハンデを背負っている。残り50、かなり大変な戦いだと思われます。さあ、そしてサルさんがレベル300を突破しています。野保さんとのレベル差は60程度か。少しやはり詰まっていますが、75でしたからね、だいぶ詰められました。さあ、777さんが、400を通過。そうですね、レベル50差程度。さあ、とりあえずこれは、さあ、野保さんが今400を通過しました。あ、はい。さあ、これは後半が楽しみになってきます。
そうですね、1対1だと少し慎重にならざるを得ないかもしれない。死んだらそこで終了。さあザブさんが500を通過しました。5分2、3秒といったところ、まずまずザブさんに来てもまずまずか。ザブさん後半の速さがあります。さあ777さんは追いつくことができるか。さあ777さんとザブさんの差は40ぐらいまでまた縮まったか。さあサルさんが今レベル400を通過。さあそして777さんが500、しかも4分40秒台だったか。これは速い、いや速いですね。次元が違います777さんの速さ。さあもう後半もさあ万全の地形で、さあこれを維持して交代も出せるかどうか、ザブさんを捉えることができるかどうか。さあ野穂さんが500を通過しました。さあ野穂さんもさあ順調に前半を終えました。 S4 も到達しています。さあザブさんが600を通過。さあザブさんと777さんとの差はやはり少しずつじわりじわりと詰められているか。さあしかしまだ600、400ありますから、まだ何があるか分かりません。一方のエサルさんは、ああ77さんが今600を通過しました。さあレベル差35から40程度。そして今サルさんがレベル500に突入、20人に突入しました。さあ野穂さんとの差はレベル55、 S4 で通過しています。はい、とりあえずは GM の条件をクリアしています。さあそうでザブさんと777さんの戦いは、さあザブさんが少し高い地形になってきている、少し穴がある、その間に777さんは777さん少し、そうですね、これはまあちょっと青が来なかったのか。さあザブさんが今700を通過しました。しかし位置が高い、かなりちょっと苦戦を強いられるか。そして777さんがもう今690、レベル差25まで詰められている。さあ今700を通過、6分36秒。さあかなり速いタイムで通過している777さん。さあそして野穂さん対サルさんは、サルさんが今600を通過。野穂さんは今レベル640台なんですよね。レベル340、野穂さんがやや優勢か。さあ野穂さん、サルさんの戦いは地形はまずまず、まあ、サルさんが少し、まあ、少し乱れていますが、そこまで問題ではない。よし、さあザブさん少し地形が高い。さあ777さん、ザブさん差が少しずつなくなってくる。今レベル差20を切ったか。さあザブさんが今800を通過。そして77さんも790に突入している。さあどうだ、ここで800に突入の77さん、7分30秒か31秒。さあ着実にザブさんとの差を縮めている77さん。さあそして野穂さん対サルさんの戦い、野穂さんレベル720、そしてサルさんがさあレベルストップだ、ここで700を通過。さあちょっとレベルストップがあった。野穂さんとの差はやはり25から30。さあピッキル間にもザブさん対777さんはさあかなり差が詰まっている。もうレベル10から20、880、まだザブさんリードしているが、さあこれは捉えられるか、それとも逃げ切るか、微妙なところになってきた。さあダブさんも地形は一時よりもだいぶ回復して、今900に突入、8分55秒。さあそして777さんが今895、そして900、レベルストップなしで突入した。8分23秒3から4秒。さあしかしレベル10、さあダブさんに対して777さんは詰める、捉えられることができるか。さあそして野穂さん対サルさんの戦いは今野穂さんが800に突入して、サルさんは今レベル780台、野穂さんがややまだ 20ちょいリードしているか。さあどうだろう、一方のさあダブさん77さんの戦いは950を突破した。さあレベル差ほとんどなくなってきている。これはどっちが勝ってもおかしくない。さあダブさんは地形が高い、これはなんとか修復してレベルを稼ぎたいところ。777さんは相変わらず盤石の体勢。さあしかしテトリスアナを塞いだ。さあザブさんが今レベル990に突入。さあこれは逃げ切れるか。
逃げ切ったで、ザブさんが先に完走9分49秒、そして773、少しわずかに遅れること、GM9 分15秒は素晴らしかったが、ザブさんには届かなかった。さあ、1回戦の1組目はザブさん勝利、7773は敗者側のトーナメントに進むことになってしまいました、残念。さあ、そしてまだ戦いは終わっていない、野穂さん対サルさんの戦いはまだ終わっていない。野穂さん、サルさん、今さあ、野穂さんがもうすぐレベル900に突入するか。さあどうだ、ちょっとレベルストップがあった、900突破。さあサルさんはこれは詰められるチャンス。さあここレベルストップなしで900に突入して、レベル差10もないぞこれは。さあいい勝負になってきた。さああとは窒息をしないというのは大前提でありますが、さあこれはサルさんが捉えられるかどうかが見もの。おっと、棒をとんでもないところに置いてしまったぞ、これはちょっと痛い。さあツイッターにしかしそれでも、野穂さんとサルさんとかなり詰まっている、ほとんど横一線と言ってもいい。さあどうだ、950を突破している両者。さあこれは本当に際どい勝負になりそうさあぼやきが出始めた。サルさん、そうよく考えると1、2秒ぐらいちょっと遅くスタートしているかもしれないので、これは後で計算が必要になるかもしれません。さあレベル990に突入、野穂さんが、さあどうでしょうか。ああレベルストップがあら、さあしかしこれは、さあ野穂さんとサルさんほとんど差がなくいったが、これは10分35と11分33は、あれこれは